ジョージ・ローレンス・マイカン・ジュニアはアメリカ合衆国のバスケットボール選手。イリノイ州、ジョリエット出身。ミスター・バスケットボールの称号を与えられた NBA の偉人である。身長208センチメートル、体重111キログラム、ポジションはセンター。現代バスケットボールが形成される上で、その発展に、 最も影響を与えた選手の一人であり、NBA 最初期における最重要人物であり、彼の登場以後、バスケットボールは巨人のスポーツとなった。デポール大学時代から1940年代、当時のバスケットボールの常識を次々と覆し、プロキャリアの大半を過ごしたミネアポリスレイカーズには3連覇を含む、計5回の優勝をもたらす。その支配力が、 あまりにも強大でありすぎるため、競技のルールに改定が加えられたほどであり、ゴールテンディングやショットクロックなど、現在のバスケットボールの重要な要素であるこれらの、ルールはいずれも、毎ンの影響により設けられた。オール NBA チーム選出は6回、NBA オールスターゲーム出場は4回、得点を3回、リバウンドを1回の実績を誇る。1959年に創設された、 バスケットボール殿堂では、最初の殿堂入りメンバーの一人に選ばれ、NBA25 周年、35周年、50周年に発表された各、オールタイムチーム全てに名を連ねた。トレードマークは、ビンテーのような分厚いレンズの丸縁眼鏡。1924年6月18日、ジョージ・ローレンス・スマイカン・ジュニアは、イリノイ州のショート市。 ジョリエットにあるのミアの長男として生まれた。祖母はマイカンにピアノを教え込もうとしたが、肝心の孫は、ガレージの壁につけられたリムに向かって、ボールを投げる日々を送っていた。幼い頃からすでに大きな体の持ち主だった、マイカンは、フットボールやアイスホッケー向きのスポーツ少年と思われた。13歳の頃にはすでに身長が6フィートに達して、いたが、 周囲の同級生よりも頭一つ分飛び出た。その姿は長笑の対象となってしまい、少年舞冠にとって彼の高身長はコンプレックス以外の何者でもなかった。彼は身長をごまかすために常に猫背で過ごしていたが、ある日修道所が背筋を伸ばしなさいと彼の背中を叩き、こう言った。神様があなたにその体を与えたのです。それを最大限に活用しなさい。 ジョリエットカトリック高校では、膝の骨を砕く、大怪我を負い、長期間をベッドの上で過ごした。そのまま彼の体は成長し続け、身長は203センチメートルまで伸びたが、バスケットボールのコーチは重度の禁止のマイカンに対して、メガネをかけている者がバスケットをすることはできないと断言した。マイカンはバスケットの道を諦めて、聖職者になるために、 高校2年生の時にシカゴの神学校に転校し、1941年に卒業する頃には法律の分野へ進むことを考えていた。しかし本心ではバスケットの道を諦めきれず、密かにジョージ空ンというコーチの指導で練習し、ノートルダム大学への進学を目指していた。しかしコーチ空ンはマイカンの力量が名門校でプレーするには足りないと判断し、 彼にもっと格下の大学への進学を提案し、そしてマイカンが最終的に決めた進学先がデポール大学だった。ちなみにマイカンは聖職者への道に背を向けたことを最後まで家族に告げることができず、父親は新聞のスポーツ欄でマイカンがバスケットで活躍している姿を初めて知ることになる。デポール大学での当時28歳の新米コーチ、 レイ・マイヤーとの出会いは、マイカンの人生にとって、分水嶺となった。マイヤーは6フィート10インチの長身を誇る、打ち気で不器用な1年生に、大きな可能性を感じた。マイヤーの考えは、長身選手は鈍重で不器用という当時のバスケットボール界の常識を逸脱した革命的なものであり、彼の指導を受けたマイカンは、自身の身長を、端から誇りへと変え、 自信に満ち溢れた攻撃的選手へと進化させることになる。マイヤーは、コーチ就任最初の1年間を、マイカンの特訓に捧げた。まずは6週間の短期集中コースで、左右両方の手どちらからでもフックショットが決められる、よう徹底的に教え込んだ。ゴール下で、左右交互からのシュートをひたすら繰り返すという、マイカンが朝から晩まで明け暮れたこの練習方法は、現在でも、 マイカンドリルとして受け継がれている。またマイヤーは、マイカンの秘めた、俊敏性を鍛えるために、ユニークな練習方法を課している。各週末には、ダンスホールへと行かせてわざわざ最も小さい女性と、ペアを組ませたり、ボクシングや、バレエなどにも挑戦させて、フットワークを鍛えさせた。マイヤーの特訓をやり遂げたマイカンは、過去に誰も見たことがないバスケット選手に、生まれ変わっていた。 1942年の秋、大学の公式デビュー戦においてマイカンは10得点を挙げる。マイカンのプレーで最初に注目を浴びたのはそのオフェンス力ではなく、見る者の,の度肝を抜いたそのディフェンス方法だった。彼は相手がシュートを打った、同じタイミングで宙に飛び立てるという才能を持っていた。この能力と彼の調子が組み合わさった結果、敵の放ったボールがリングを通り抜ける直前に、 ブロックするという離れ技が生まれた。今日では、ショットされたボールが、バスケットよりも高い位置にあり、なおかつ落下している時にそのボールに触れれば、ゴールテンディングとして、反則になるが、当時はまだそのルールがなかった。そもそもそのような高い位置にあるボールに触ることが、できるなど、想定されていなかった。マイカンの回想によれば、デポールイはボールを保持した相手の選手に、 残りの4人の選手がゾーンディフェンスを仕掛け、マイカンのみがゴール下に残ってゴールを割ろうとするボールを次々と叩き出したという。デポール大は1942から43シーズンに19勝5敗の成績で NCWA トーナメント初出場を果たし、フィナール4まで進出している。百四十三から十四シーズンにはついにマイカンのオフェンス力が開花し、 オールアメリカンとヘルムズ財団連関、最優秀選手に選出される。マイカンの得点方法も、また独特だった。パワーには頼らず、肘などを駆使してじっくりと確実にツールを確保した上で、ゴールへと向かい、レイアップやフックシュートを決める彼のやり方は、24秒バイオレーションや3秒バイオレーションが、ない当時だからこそできる技とも言えた。勝敗の成績で、 全米ランキング4位となったデポール大はナショナルインビテーショントーナメント準決勝で当時カレッジバスケ界を騒がせていたもう一人の巨人身長 213cm のボブカーランド要するオクラホマ州立大学を下して決勝に進出したが決勝ではセントジョーンズ大学の前に敗れた1944から45シーズンにはついに バスケットボールのルールに新たにゴールテンディングが設けられたが、マイカン要するデポール大の優位性は変わらなかった。マイカンは平均23.9得点の成績で全米得点ランキング1位に輝き、2年連続でオールアメリカン、ヘルムズ財団年間最優秀選手に選ばれた。ネットの準決勝、ロードアイランド州立大学戦でマイカンは十三得点を挙げて、 デポール大を97から53の対象に導くと、決勝のボーリンググリーン州立大学でも71から54と干渉し、デポール大を優勝に導いた。マイカンはトーナメント期間中平均40得点、3試合で120得点という圧倒的な活躍でトーナメント MVP に選ばれている。最終学年の百四十五から46シーズンも、 平均23.1得点で3年連続の得点をオールアメリカンに輝いている。そのシーズンに行われたシカゴスタジアムでのタイノートルダム大学戦では2万3000人の監修の前でデポール大を63から47の勝利に導いている。この年のデポール大の成績は19勝5敗で全米ランキングは5位だった。 マイカンが大学を卒業した1946年は第二次世界大戦が終結し戦地に赴いた男たちが続々と帰還してきた頃でありアメリカでは帰還兵の受け皿として各地で様々なプロスポーツリーグやプロスポーツチームが誕生しスポーツ界特に団体スポーツは賑わいを見せていたプロバスケットボールの分野でも各地で小さなリーグが乱立していたが 各リーグや各チームにとってカレッジバスケで大活躍したマイカンのようなスター選手を確保することはこの乱立状態を生き残るためには必要不可欠なことだった。NBL のシカゴアメリカン・ディアズがマイカンと5年6万ドルの契約を結んだ時彼はスポーツ史上最も高額の契約を結んだ選手となった。マイカンは1946から47。 シーズンからギアズに参加。シーズンの最初は各リーグの上位チームやハーレム、グローブトロッターズのようなエキシビジョンチームも参加する、ワールドプロフェッショナルバスケットボールトーナメントに出場し、マイカンは5試合で計100得点を挙げて、ギアズをトーナメント優勝に導き、トーナメント MVP に選ばれた。シーズン平均16.5得点は NBL1 位となり、 ギアズは NBL チャンピオンシップも制し、マイカンはオール NBL チームに選出された。ギアズのオーナー、モーリス・ホワイトはマイカンが何か特別なことをやり遂げる、機会を彼に与えてくれる存在と感じた。そしてホワイトは、ギアズを NBL から脱退させ、新たに24チームからなるリーグ、プブロを創設した。24のチーム、ホームアリーナはべてホワイトの所有という大胆な、 構想だった。しかし創設間もなく資金繰りは悪化し、最初のシーズンを迎えることなく、一試合も開催される、ことなくこのプブロは1947年11月に崩壊してしまう。ホワイトは NBL との再統合を提案したが、NBL 側に拒否され、ギアズは解散。結局ホワイトはマイカーに給金を払うことができなくなり、契約を解消、マイカンは、 フリーエージェントとなった。この瞬間、バスケットボール界のスーパースターを獲得できるチャンスが、アメリカ各地に点在する、あらゆるチームに発生したが、NBL は、ギアズを切ることはできても、マイカンまで切ることはできなかった。そして、マイカンを獲得する権利を得たのが1946年に、誕生したばかりのデトロイト・ジェムズだった。ジェムズは1947年に、 ミネソタ州ミネアポリスに本拠地を移転し、チーム名をミネアポリス・レイカーズと改名した。大学時代に遠征でミネソタに訪れたことがあるマイカンは、慣例なこの土地にあまり良い印象を持っておらず、彼の所有権をレイカーズが獲得したことを知ったとき、シベリアにドラフトされたというジョークを漏らした。しかしレイカーズのオーナー陣は、この期待のバスケットボール選手をチームに止めておくために、 あらゆる労力を惜しまなかった。彼らはまずコーチに、ジョン・クンドラを招聘し、続けて、地元ミネソタ大学で活躍したトニーやロッシュや、ドン・カールソンを、獲得、さらにスタンフォード大学のスター選手、ジム・ポラードと12000ドルの契約を交わして、ロスターの強化を図った。そして、当のマイカンは弁護士を引き連れて、ミネアポリスのチーム代表の前に現れたが、 三時間の交渉の末に納得がいかなかったマイカンは席を立ち空港へ向かおうとした。しかしシカゴ行きの便は最終便が出た後であり、マイカンはもうしばらくミネアポリスに拘束されることになった。そして交渉は再開され、この交渉は翌朝まで続き、シし物マイカンも粘りに粘る、レイカーズ代表人の前に並行せざるを得なくなった。マイカンは レイカーズとの契約にサインした。マイカンを筆頭に多くのスター選手を揃えたレイカーズはミネアポリスとセントポールで大きな支持を集め、二つの都市でホームゲームを行った。レイカーズは他チームを圧倒し、2位のトライシティーズ・ブラックホークスに大差をつけて、デビジョン1位の成績を収め、プレイオフでは1回戦でオクショシュオールスターズを、2回戦でブラックホークスを破って、 ファイナルに進出。ボブ・デイビス擁するロチェスター・ロイヤルズと対決し、これを破って NBL 優勝を果たした。このシーズンを前後して NBL のライバルリーグ、バーが NBL を吸収しようとする動きを見せ始めた。古参の NBL の方に多くの有力な選手が所属していたが、大都市を拠点としているチームが多いのはバーであり、資金力ではバーの方が上回っていた。 そしてバーは NBL 九州に向けて本格的な行動に出て1948年には NBL から比較的市場の大きい都市に本拠地を置く4つのチームを引き抜いた。その中に含まれていたのがミネアポリス・レイカーズだった。他はホートウェイン・ピストンズ、インディアナ・ジェッツ、そして当時のレイカーズのライバルチーム、ロチェスター・ロイヤルズである。 スーパースターマイカンのバーキャリアは1948年から始まり、同時にロチェスター・ロイヤルズとのライバル関係も再開された。マイカンの所属するレイカーズとロイヤルズは同じウエスタンデビジョンに編入され、レイカーズの44勝16敗に対し、ロイヤルズは45勝を挙げてデビジョントップに立った。マイカン自身は平均28.3得点。 通算1698得点を挙げて、得点王に輝き、オールバーファーストチームに選出され、マイカンがバーでも一流選手であることが証明された。もし当時バーにシーズン MVP が存在したならば、マイカンには受賞する資格が十分にあったが、MVP が新設されるのはマイカンが引退して、のとの1956年のことであり、マイカンは同賞を受賞することはなかった。 プレイオフ一回戦では、実定のエド・マイカンが所属するシカゴ・スタックズをデビジョン決勝で、ライバルのロイヤルズをいずれも全勝で破り、圧倒的強さでファイナルに進出。四戦戦勝のファイナルでレイカーズは、レッド・アワーバックが指揮するワシントン・キャピトルズ相手に3連勝を飾り、ファイナルをも全勝で制すかに思われたが、第3戦でマイカンを不運が襲い、キャピトルズのクレギー、 ハーム戦との衝突で手首を負傷。マイカンは大きく腫れ上がった手をギプスで固めて次戦に強行出場するも、レイカーズは第4戦、第5戦を連敗してしまう。しかし、第6戦ではマイカンが30得点と爆発し、レイカーズは77から56でキャピトルズに干渉。レイカーズは前年の NBL チャンピオンに続いてバーのタイトルも獲得した。マイカンは ポストシーズン中平均30.3得点の大活躍だった。1949年には NBL が消滅。シラキュースナショナルズを含む計六チームがバーに加盟し、新たに NBA が誕生する。リーグ再編に伴いレイカーズはセントラルデビジョンに編入した。同年のドラフトでレイカーズは当時ほとんど無名の存在だった。 パワーフォワードのバーン・ミッケルセンとフリーエージェントで、テキサス大学ポイントガードのスレーター・マーティンを獲得。マイカン、ポラード、ミッケルセン、マーティンの4人は後に、NBA 最初の王朝を築くことになる、当時のレイカーズの核となり、特にセンターのマイカンに、フォワードのポラード、ミッケルセンのフロントラインは、史上最高とも謳われるユニットとなった。 迎えた1949から50シーズン、毎回は平均27.4得点、通算1865得点を挙げて2年連続の得点王とオール NBA ファーストチームに輝く。レイカーズは、同デビジョンのロイヤルズと同率の51勝17敗を挙げるが、タイブレイクにて、レイカーズが勝利し、プレイオフ第1シードの座を手に入れると、プレイオフでは1回戦。 二回戦、ファイナル準決勝をいずれも全勝で勝ち上がり、二年連続ファイナルに進出。マイカンと並ぶ、ビッグマンのドルフシェーズを擁する、シラキュースナショナルズとのシリーズを4勝2敗で制し、レイカーズは、NBL、バー、NBA と異なる三つのリーグで優勝を果たした。総部一年目にして早くも、経営難に陥る NBA は、1950から51、 シーズンには、所属チームが17から11に減少する。その中で、リーグ最高のスーパースターを要するレイカーズは、リーグ1位となる44勝26敗を挙げ、毎ン自身は、平均28.4得点、通算1932得点を挙げて3年、連続得点王に輝き、またこの年から計測が始まった、リバウンド部門では、平均14.1、 通算958リバウンドを上げ、ドルフシェーズに次ぐリーグ2位の成績を収めた。初開催された NBA オールスターゲームでは12得点11リバウンドを上げており、またこの時に投票によって半世紀における最も偉大なバスケットボール選手にも選ばれている。しかしシーズン後半には足を骨折し、回復しないままプレーオフに突入。足を引きずりながらも、 平均24.0得点を上げる活躍を見せるが、デビジョン決勝で、ボブ・デイビス、アーニー・ライゼン擁するロイヤルズに敗れ、3年連続の優勝はならなかった。マイカンルール1951から52シーズン、リーグはゴール下に設けられた制限区域を、これまでの6フィートから倍の12フィートへと拡大するが、このルール改正がマイカンを標的にしていたことは、疑いなかった。 制限区域拡大を主張したニューヨークニックスのヘッドコーチ、ジョー・ラブチックはマイカンを最大の敵をみなしており、また従来の制限区域から2倍の距離からのポストプレーを得意としていたマイカンに新たに設定された12フィートは彼のポストプレーのあからさまな妨害だった。このルール改正はマイカンルールとさえ呼ばれた。新シーズンのマイカンの成績はバーカニュー以来最低となる。 平均23.8得点、FG 成功率38.5%まで加工し、初めて得点王の座を逃した。一方平均13.5リバウンドは、リーグトップの成績だった。またダブルオーバータイムまでもつれたロイヤルズとの試合では、キャリアハイとなる61得点を挙げ、これは、ジョー・ファルクスが1949年に記録した63得点に、 次ぐ当時歴代2位の記録だった。オールスターでは26得点15リバウンドを上げている。プレーオフでは、インディアのオリンピアンズ、ロイヤルズを破って、ファイナルに進出し、マックス・ザスロフスキー、ハリー・ギャラティン、そして、NBA 初の黒人選手であるナサニエル・クリフトン、要するニューヨーク・ニックスと対決。このファイナルは、第7戦まで、いずれのチームも本来のホームアリーナで、 プレイできなかったという奇妙なシリーズでもあった。レイカーズのミネポリスオーディトリアムも、ニックスのマディソンスクエアガーデンもファイナル期間中は他の予定で埋まっており、レイカーズのホームゲームはセントポールで、ニックスのホームゲームはバスケットの試合には不向きな W69 スレジメントアームリで行われた。マイカンは、ニックスのギャラティンとクリフトンの必要なマークに苦しんだが、 バーン・ミッケルセンがレイカーズを牽引し、シリーズは第7戦までもつれた。第6戦はようやくマディソン・スクエア・ガーデンで行われるが、レイカーズは敵地で82から65の勝利を挙げ、シリーズを4勝3敗で制し、2年ぶりに王座を奪回した。レイカーズ王朝1952から53シーズンには平均14.4リバウンド、通算1 0 7リバウンドを挙げて、 リーグ初のシーズン通算戦リバウンド達成者となり、そして自身初のリバウンド王に輝き、オールスターでは22得点16リバウンドを上げて、ウエストチームを勝利に導き、初のオールスター MVP を受賞する。一方で過去に3年連続の得点王に輝いたマイカンだったが、このシーズンも平均20.6得点と2年連続で過去最低を更新した。 前年の制限区域拡大の影響に加え、このシーズンは各チームが、マイカンが、高ポジションでボールを受け取るとすぐにファウルを仕掛けたからで、ある。マイカンはこのファウルゲームに対抗するため、アウトサイドからでもショット可能なジャンプシュート習得に取り組み始めた。レイカーズは、リーグ1位となる48勝22敗の成績を収め、プレイオフでは、オリンピアンズ、 ピストンズを破って2年連続で、ファイナルに進出。相手は新たに優秀なスコアラーのカール・ブラウンを、加えた前年と同じ相手のニックスだった。レイカーズは初戦を勝利するが、第2戦を落としてしまう。この敗退に、コーチのジョン・クンドラはマイカンが我を失っているように、感じ、急遽、大学時代のマイカンの恩師、レイ・マイヤーを呼び寄せ、レイカーズベンチに控えさせた。第3戦。 マイヤーは慣れないジャンプシュートを繰り返すマイカンを見てハーフタイム中に彼を叱り飛ばしマイヤーが大学時代に叩き込んだフックシュートに戻れと説いたコートに戻ったマイカンはいつものマイカンだった後半だけで30得点を挙げたマイカンはレイカーズを90から75の圧勝に導くとレイカーズは第4戦第5戦も勝利し4勝1敗でこのシリーズを制して 二度目のファイナル連覇を成し遂げた。1953から54シーズンは慢性的な膝の痛みに苦しみ、初の平均20得点割れとなる、平均18.1得点14.3リバウンドの成績だったが、新人、クライド・ラブレットがマイカンを補佐し、レイカーズは2年連続リーグ1位となる46勝26敗の成績を上げた。プレーオフは3年連続で、 ファイナル進出を果たし、シラキュースナショナルズと対決。第7戦までもつれる接戦だったが、レイカーズはこれを制し、ついに前人未踏の3連覇を達成。6年間で2連覇1回、3連覇1回、計5回の優勝を果たす、NBA 初の王朝チームとなった。この6年間で、レイカーズの優勝を阻むことができたのは、1950年に骨折を負った。 マイカンの足だけだった。引退へ1954年 NBA は当時のリーグを悩ませたロースコアゲームの頻発に対処するため24秒バイオレーションを導入。マイカンは熾烈なハーフコートバスケットの時代に終わりが訪れたことを感じた。マイカンは新シーズンの1954から55シーズンのトレーニングキャンプ3日前に引退を決意。引退会見では 家族の側にいたい、バスケット以外の分野に進む時が来たんだと語っている。故障も引退の理由の一つだった。彼の足が折った骨折は10箇所、方合箇所は16箇所に及んでおり、そのダメージは限界に達していた。マイカンを失ったレイカーズは偉大な選手の後を、クライド・ラブレットが引き継ぎ、40勝32敗と、健闘を見せるが、プレーオフは途中敗退し、 レイカーズの連覇はここで途絶えた。レイカーズが次に優勝するのは1970年代に入ってのことである。1955から56シーズンにはマイカンの名優、ジムポラードも引退し、レイカーズは開幕から負け越す状態が続いた。レイカーズはチームの危機を前にチームの英雄に救いを求め、マイカンに現役復帰を嘆願。マイカンはこれに応え、 1955から56シーズン中に復帰を果たしたが、1年以上のブランクと足の故障により、前世紀の動きとはほど遠く、37試合の出場で平均10.5得点8.3リバウンドの成績で、チームも33勝39敗と負け越し、プレーオフではリーグの新エースとなったボブ・ペティット率いるセントロイスホークスに敗れた。シーズン終了後、 マイカンは改めて引退を表明し、今度こそ現役から退いた。NBL、バー、NBA3 リーグ通じてのキャリア通算1万1764得点は、引退した時点では、歴代1位の成績だった。マイカンは引退後の1956年の会議員選挙において、ミネソタ第3選挙区から共和党候補として立候補し、 現職のドワイト・アイゼンハワー大統領からも熱心なサポートを受けた。投票結果は現職ロイワイヤーの127,356票に、大使マイカンは117,716票と及ばず落選している。バスケットのオフシーズンを利用してデポール大学に戻り、法学の学位を取得していたマイカンは選挙後は法律専門家の道を志したが挫折し、 約6ヶ月の間は定職につけず、マイカンは経済的な混乱に直面した。1958年には、ゼネラルマネージャー職も兼任していたジョン・クンドラの要請でレイカーズに戻り、1957から58、シーズン途中からクンドラの後を継いで、レイカーズのヘッドコーチに就任するが、マイカンのコーチ人生も失敗に終わる。マイカンが指揮した期間、 レイカーズは9勝30敗、勝率231に沈み、このシーズンのレイカーズの成績19勝53敗は、レイカーズの歴代最低勝率となってしまい、毎回はシーズン終了後に解任された。その後は法律の仕事に洗練し、不動産法関連の会社で成功を収め、6人の子供の父親はようやく経済的安定を取り戻した。 ABA 1967年、マイカンは再び、プロバスケットボールの世界に戻ることになるが、彼が戻った先は NBA ではなく、新しく誕生した、プロリーグ、ABA であり、彼は、初代リーグコミッショナーとして招かれた。9年間と比較的短命に終わる、ABA だが、アメリカのプロバスケットボールの歴史に、無視できない足跡を残す存在となり、 その ABA を特徴を付けた二つの要素を取り入れたのはマイカンコミッショナーだった。一つ目は赤、白、青の三つの色を使った公式ボールである。カラーテレビ放送と正常期を意識したこのカラフルなボールは ABA の象徴的存在として今日までオールドファンの記憶に深く刻まれている。もう一つはスリーポイントシュートであり NBA が スリーポイントシュートを導入したのは ABA が消滅した後の1979年のことだった。1969年にコミッショナーを辞任したマイカンは法律業に戻り、時にはその知識を活かして NBA 選手の権利擁護運動にも従事した。彼が現役時代を過ごしたミネアポリスレーカーズは1960年にロサンゼルスに移転してしまうが、マイカンは ミネソタでプロバスケットボールチームの誘致活動を展開し、1989年にはミネソタティンバーウルブズが誕生する。1994年に誕生したインラインホッケーのプロチーム、シカゴチーターズには取締役員として参加するが、このチームはわずか2年で解散した。最後の闘争とその死亡年のマイカンは人疾患と糖尿病に苦み、 彼のバスケットボール人生を支えた右足も切断された。人工透析にも莫大な費用がかかったが彼の医療保険はカットされたため、マイカンは NBA に対して1965年以前の選手に支給されている年金の低さを抗議し、法廷で長く争った。マイカンは週に3回の人工透析を受けながら、裁判年をこの戦いに注ぎ込んだが、2005年に、 病状が悪化。同年6月1日、糖尿病の合併症によってアリゾナにて死去した。80歳だった。マイカンの死は多くの人々に痛まれるとともに、同時に NBA 最初のスーパースターが、その晩年を法廷の戦いに費やしたことも注目された。多くの解説者、専門家は NBA 初期には考えられないような大金を手に入れている。 現役選手たちは1965年以前の選手の所得を保障するために結集しなければならないと主張した。マイカンの死に現役スター選手のシャキール・オニールはマイカンがいなければ私はいなかったはずだとコメントして彼の功績を称えるとともにマイカンの葬儀費用を代わりに支払うことも申し出た。同年の n b a プレイオフではオニールが所属する。 マイアミヒートとデトロイトピストンズの試合前には、マイカンの死を悼んで1分間の黙祷が捧げられた。現在のバスケットボールは、ジョージマイカンの存在をなくして語れない。彼は現代バスケットボールのパイオニアであり、現代的なセンターのプロトタイプであり、世界のプロバスケットボールの頂点を極める NBA、最初のスーパースターであり、プロバスケットボール発展の原点だった。 マイカンという存在がなければ、現在のバスケットボールは、全く違った姿に進化した可能性すらある。マイカン以前のバスケットボール現在でこそバスケットは、巨人の領域、とされ、NBA の平均身長は2メートルを超しているが、1940年代以前は6フィート以下の選手が主流であり、その中の何人かはダンクを決めることができたが、基本的には、リングより、 上の世界での戦いは想定されていなかった。わずかにいたビッグマンは鈍重な存在でしかなく、それでも当時はシュートが決まるたびにコート中央のセンターサークルでジャンプボールによって試合が再開されていたためビッグマンたちの活躍の場はあったのだが、1937年にそのルールが廃止されてからはコート上にはビッグマンたちのわずかな居場所もなくなってしまった。 マイカンの登場208センチメートルと当時としては、ズバ抜けた長身に加え、俊敏性も備えていたマイカンの登場は、それ以前の巨人像を覆した。フックシュートで次々と得点を決め、長身を利用してリバウンドを奪い、敵のシュートをブロックショットで叩き落とす。まさしく現代のセンターのスタイルそのものであるマイカンの活躍は所属チームを、 次々と栄光の階段へと登らせた。1937年以前はゲーム再開の度にコートの真ん中でボールの保持権をめぐってジャンプするだけだったセンターはマイカンの登場以後はチームの主要得点源でありチームのディフェンスの要であり試合の行方を大きく左右するバスケットボールの支配者となったのである。マイカンの成功は後世の模範となりチームの成功の鍵は いかに優秀なビッグマンを獲得するかに重点が置かれ、NBA ドラフトでは毎年上位にビッグマンの顔ぶれが並び、また歴代優勝チームはほぼ全てにその時代を代表するセンターが所属している。巨人のスポーツとなったバスケットの囲碁の歴史は、このビッグマンたちの影響力をいかにして抑えるかの工夫の歴史でもあり、ゴールテンディング、制限区域の拡大、3秒バイオレーション。 スリーポイントシュートの導入などは、いずれもセンターの影響力を制限する効果があった。遺産1952年の世論調査では、ヘルムズアスレチック、財団オールアメリカンチーム史上最高の選手に選ばれる。1959年に創設されたバスケットボール伝道では、バスケットボールの発案者であるジェームズ・ネイ・スミスらと、共に最初の伝道入りを果たし、 また AP 通信は20世紀前半の最も偉大な選手にマイカンを選んだ。1970年と1980年、1996年にそれぞれ発表された NBA25 周年オールタイムチーム、NBA35 周年オールタイムチーム、NBA50 周年記念オールタイムチームにはすべて選ばれている。マイカンは 初期の NBA 発展に大きく寄与した。マイカンは当時間違いなく、リーグ最高のスーパースターであり、同時に NBA 唯一のスーパースターでもあった。バスケットボールリーグは、野球やフットボール、ホッケーなどの他のメジャースポーツリーグほど成熟しておらず、創設間もない NBA の存在もまだまだ小さい、ものであり、スター選手と呼べる存在はマイカンくらいだった。リーグは、そんな、 マイカンの存在を最大限に利用しようとした。1949年12月、大都市ニューヨークで行われたレイカーズ対ニューヨークニックス戦では、マディソンスクエアガーデンに G マイカン対ニックスという看板が掲げられ、この看板を見たマイカンのチームメイトたちが、私たちは出場する必要ないじゃないかと試合をボイコットしようとする場面があった。またマイカンは、 チームメイトとは別に、前日に、遠征先に入って、現地の新聞やラジオのインタビューをこなすなど、忙しい日々を過ごした。バー、NBA 通算成績リバウンド数は1950から51シーズンから、出場時間は1951から52シーズンから計測。バー、NBA スタッツリーダー受賞歴マイカンは1947年に、パトリシアと結婚し、 残りの58年間を共にした。6人の子供に恵まれたが、長男のラリーは、父と同じ道を志し、ミネソタ大学を卒業後、NBA のクリーブランドキャバリアーズで1970から71シーズンの1シーズンだけをプレーし、平均3.0得点2.6リバウンドの成績を残している。また、マイカンの1年下の時点、 江戸マイカンも1948年から6年間プレーした元 NBA 選手である。障害マイカンは典型的な穏やかな巨人と一般的に見られており、コート上では厳しく激しいプレーをしてきたマイカンは、オフコートでは親しみやすい人柄だった。 BASKETBALL-REFERENCE.COM 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 ありがとうございます。